では始まりました、アマチュアチャンネルです。今回はですね、早稲田大学社会科学部社学の問題ですね、英語2020年を公表していきたいと思います。まあくっそむずい、まあ普通に受験生じゃ無理でしょ。社学は出典の英文からレベルが高すぎるんですよ。だから僕なんかが普段読むような英文なんですよ。だから英語の雑誌とか新聞のレベルなんで、で問答無用ですね。まだ東大とかめちゃくちゃ書き換えるんですよ、元の英文をね。それに対してね、この早稲田社学っていうのは書き換えずに出してくるので、めちゃくちゃです、レベルが。早稲田社学はめちゃくちゃ読みにくいと思います。知識を問答無用に聞いてくるから難かった。でまずは正誤問題ですね。まあやはり正誤問題のボスキャラといつも私が授業で呼んでますけど、むずいんですよ。はい。で最初はまあなんだかわからん、どう直していいかわからないけど C が違うっていうのはわかりますね。明らかにおかしいというか、 Country's response って名詞が2個並ぶわけがないので、だからああどうするのかな、そうだ、分かんなくて、あ動詞にするのかな、 ING にするのかなとか思った人でも答えは出せる。まあこれ In response to にするんですよ。 In が必要なんですよ。で2つ目 No error です。はい、どこにも間違いはありません。で自分は自信満々で No error 選びますからいいんですけど、皆さんは結構大変だと思いますね。Conform to とかね、はい、総計出てきますよ。はい、次3番は出ました、手術の一致ですね。 The trade-off って書いてあるのに、動詞の D の determine っていうのはおかしいですね。trade off ってこれ単数なのに determine にですね、 S もついてない、過去形にもなってないっていうのはありえないですね。次 C、 これはいけたでしょ。4番ね、creates her so many difficulties はありえないでしょ。だって、第4文型取らないじゃん、 create はね、だから give みたいな第4文型を取る動詞に変える必要がありますね。はい、次、次は簡単、5番は逆に簡単すぎてえってなった人もいるんじゃない。モーツァートですよ。だってモーツァートが What はおかしいでしょ、どう考えてもね。 What words are musical genius なわけがないですね。風に決まってるわけで、これなんでこんな簡単なんだろうと思った。6番いい問題ですね。構造がきちんとつかめてないといけないね。Instead of をセットフレーズだと思って選ばないと思いますけど、これ Not bad になってるってことに注目しなきゃいけないですね。 Have sprung not from ですね。こっから出てきてるんじゃない、 But instead そうではなく From a keen interest ね、だからオブのところを from に変えなきゃいけないわけですよ。この問題いい問題ですよ。はい、うん、あのね、見抜いた時にはよしって思った。はい、まあ見抜けなくてもさすがにここに instead of があったら but があって instead of があって主節がねえよ、おかしいぞっていうふうに気づくことはできるかなと思った。7番は楽な問題です。優しい問題ですね。 Had their US visa revoked なわけがないでしょうね。Revoke to、無効にする、撤回するってやつですが、ビザは、Revoke される、無効にする。ただし Revoke っていう単語を知らない人はやっぱむずいよね。なんとなくこれじゃないかなと思うだろうけど、それはある程度やっぱり単語力がある人じゃないとダメですね。8番もどう直していいか分かんないけど、明らかに C がおかしいでしょ。だって最後さ、クエスチョンマークで終わってるのに if 説でクエスチョンマーク終わるなんてありえないでしょ、ね、だからどうすりゃいいの、この if 説だけなのに。そう、 what if にしてあげればいいんですよ。 what if こうだったらどうなのっていうのにすれば OK です。で次9番、あこれもね悩んだ人いるんじゃないかなと思った。 microplastics are pieces of plastic that is じゃないですね、 that are ですね。 pieces of plastics のことなので、この pieces のところを指すので手術の位置です。また are が正解になりますね。難しかったと思います。はい、2番いきます。こうやつもね、厄介だよね、ほんとね。あ、まあ、ナイトのね、個人情報守れ的なのもね、はい。私は非常によく言ってますから、普段授業から。守れ、ちゃんとやれ、つってますけど。まあ、トピックとしては、難しくないですね。で、はい、1番ですね。知識でいかないと無理ですね。presume は、suppose っていうのは、これ、まあ、presumably っていうのでね、説明はしてるんですけど、授業で。文脈に合わせてとかってやろうと思っても無理ですよ。次、あーむずいね、2番ね。これね、ビサイズ選べなかったんじゃない？多分1の前に書いてあること、後ろに書いてあること、どっちもわかんないだろうから、もう捨て物ですよ、これは。inherently はもうこれ簡単ですね。これはもうちょっちゅう出るっていうね。intrinsic, inherent はまあ両方とも板書しましたから、他の学部の話でもしたような気がするけど。4番の論理は簡単だから、yet はすぐに選べるでしょ。predisposition やってないかな。predisposition は知ってる人には tendency ってすぐ選べるけど、まあ受験生は無理じゃないって感じかな。undermine はやった。これはきちんと説明しました。A 書いて説明しましたから、どういう意味かっていうね。ダメージの意味だっていうのをやったんで、threaten は選べたでしょう。内容1問題
まあ、そこまで難しく、まあね、見る箇所が多いからきつかったかな。まあ、D とか E は明らかに違うっていうのは分かると思うけど、 C ちゃんと選べましたかね。8番のメインポイントは簡単ですね。これは D は選べるでしょう。 ABCE 明らかに違うから、これは選択肢が優しめだったかなと思いますね。あんたってさ、出典がディコノミストなんだよ。もう総計の解説の中で2回目ですか、登場は。むずいんだよ、エコノミストってさ。だから読んでても単語のレベルがこの受験レベルじゃねえよと思いながらやりましたよ。はい。では、次いきますね。ダイモンさん。ダイモンさん、ガーディアンですよ。だからさ、読めないでしょ、こんなの。はい。で、マチュピチュですね。まあこれ、こういう記事はどこ出たかわかんないですけど、自分自身は読んだことあるので、ああ、はいはいと思いましたけど、いや、受験生にはきつい。はい。1問目ですね。あ、手にはいいなんか知らないじゃん。状況になんか対処するんだろうなっていうのは分かったと思うんですよ。で、選択肢見ても分かんないじゃん、どれがそれを表すのかって。受験生には無理だよ。 BCDE、 あ、まあ E は知ってるか。 BCD 知らないでしょ。だから無理だと思いますよ。捨てもん。アンテナ棒ですね。アンテナ棒っていうのは今回は意味は分かんなくても、バットで前との逆を選べばいいから大丈夫だと思いますね。サステイナブルアレンジメントの逆になるからよろしくないものだなって思って、フラウドを選ぶことができるでしょう。アンテナ棒って、ね、擁護できない、サポートできないって意味ですね。はい、3番は簡単ですね。これは文脈ですぐに選べたと思いますね。イレパラブルを選ぶのはそこまで難しくないですね。次もモンストラシティっていうのは知らないし、まあただモンスターが入ってるからマイナスのものだなってわかるんですよ。選択肢見て、うわ知らねえってなったらおしまいですけど、まあアイソーですね。アイソー目障りなもののことですよ。はい、目が痛いってことですからね。次5番はグラップルウィズを知ってれば簡単ですね。このウィズと相性がいいのをね選べば OK なんですよ。ほらさっきさ、コンフォームトゥって言ってたよね。なんでコンフォームここにいいんだろうなって思った。ウィンフォーは、知らないだろうけども、文脈でわかりますね。で、風が吹いてそれで落ちてくるタナボタモケモノって意味ですけど、それがわかんなくても文脈からイオドに行かれるなっていうのはわかったと思います。で、次メインポイントは簡単ですね。これは楽勝 D を選べると。で、3つを選ぶやつは、これやっぱり選択肢先に見てないときつくない？うん、微妙な選択肢もあるよね。やっぱりあらかじめ見ておいて該当箇所を倒すか、もしくはもうここを捨て、じゃあな、捨てらんないよね。捨ててって思ったけど、他のね、単語や穴埋めが確実に取れるとは限らないからね、社学はね。むずいんだよ、本当に。素点が小さいね、ことがめちゃくちゃありがたいよ、本当に。続いて、大問4ですね。あ、ヒューマンライツね。アメリカのこのヒューマンライツにとって、ちょっとね、世界史でアメリカのことを勉強してる人には有利になっちゃうんじゃねえのって思ったね。オーバーホー、まあ無理じゃないこれ。言い換えようとしてもなかなか難しいよね。だから無理だと思うし。新聞雑誌見てりゃ出てくんですけど、知らないじゃん、まずそんなの。次も2もパリティカもむずい。な、ヒューマニタリアンエンズっていうので、あ、ノットと来てるからこっちだっていう風に、やるわけですね。これまあありましたね。他の学部でも同じようなことを言ったと思いますが、このパターンはよくあるんです。ただそれでもポリティカルを持ってくるのはきついんじゃない。消去法でやることも、うーん、それでもきついな、やっぱり。まあ、サブシステンスも知ってなくても何回かサブシステンスは出てくるんだよね、文中にね。そこから分かってもいいかなと思いますが、まあ知識で、やるかな。まあ、サブシステンスは授業では1回やってる。浪人生では1回やってますね。これ、トフルでね、出たことがあるんですよ。僕、実際解いたことがあるので、サブシステムスっていうのが聞かれてね。次は、リップサービスは知ってるでしょ、そもそもね。だから、そこまで難しくないけど、B のね、Rhetorical Gestures の方を知らないかもなっていうのはちょっと思った。あー、これね、はい。5番のね、言い換え。これは、知識では無理ですから、当然。スカローなんか知るわけもないでしょ。文脈で、やってけばちゃんと、あ、捨てるだろうなとかね。これ計画台無しにするって意味ですけど、それはわかるんですよ。それぞれの大統領の考え方を掴んで、どっち側の考えなのかっていうのを掴んでおけばいけるんだけど、まあ、むずいんじゃない？で、消去法でやって BDCDE は絶対違うから、逆側を指してるから、だから解ける問題ではありますね。6番もそうですね。メインポイントって ABCD、まあ特に ABC がもう絶対違うじゃん。こんなのありえない。から選ぶことはそんなに難しくない。7番は、まあそうだね。解けなくはないけどさ、やっぱそれぞれのさ、ロスベルトとかカーラーとかですね、そいつらのですね、レイガンとかの考え方がわかんないと苦労しちゃうよね。だからちゃんと読めてる人にとっては楽。あとはもう背景知識で知っててる。知ってればかなりね、分かっちゃうんだよね。あ、ですね、あ、結構面白かったね。自分自身ちょっと考えさせられるような
内容でしたね。やっぱ日本っていう国、このハーフに対してのね、この差別といい、なんていうか憧れっていうのがすごい国なんで、そのハーフの人がこうやってね、ニューヨークタイムズのね、記事として書いてくると、ちょっとね、考えさせられましたね。1番はもう簡単ですね。エイジアンですね。もう簡単にできるし。2番はむずいけど、My Japaneseness とかって来てるから、きっと否定語が来るんじゃねえかなと思ってね、入れられるんじゃないかなと思った。Berry ですね。Berry なんかとね、否定語じゃねえよみたいに教えられるんだよね、そういえばね。ちなみにネイティブは否定だと思ってますからね。3番はコモンテイトでしょ。文脈でいけるでしょう。他の選択肢が明らかに違うし。で、4番は、liken ですね。これ liken A to B ね。これ compare A to B ね。例える、なぞらえるやつ。これも知ってる人も多いと思います。で、次が imposter ですね。まあ、これ自体はすごく出てくるんですよ。ドラマとか見てると結構出てくるんで、自分自身は知ってますけど、やっぱ受験生は知らないんじゃないの？ D のね、fraud は説明したんだけど、授業で。これもね、知ってる人はそこまで多いわけではないから難しいかな。次、ambivalence は簡単でしょ。これはディレマと。ケタブでも習うよね。次が、むずいよね、これね。チェイフタットなんか知らんでしょ。選べないよね、これね。苛立たせるね。4もね、難しい。まあ、マイナスの意味が入るんじゃないかなとかね、予想はできて、まあ、後ろの方に書いてある単語から、rigid かなっていうふうに、まあ、社会がね、そういうふうにこう期待してるってことから、rigid かな。rigid 自体はね、授業で説明してますね。で、内容一は優しめだったかなと思います。結構解きやすかった。まあ、自分自身がよく知ってるトピックだったからっていうのもあるかもしれない。まあ、結構ね、切りやすかったかなと思いますね。まあ、引っ掛けの選択肢は。ということでね、社学。いや、難かったよ。お疲れ様でした。受けた皆さん。はい、リクエストがすごく多かった社学人の、ね、英語を公表してみました。はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.